どうプロゲーマーは正義です。ええハイゲーマーえじゃないのプロゲーマー見りゃ分かるでしょ。いや見りゃ分からんよ。プロゲーマーよ。道具からどう見てもはい、マウス、はいはいはい、キーボード、まあまあはいはい、光るやつ。おお光るやつ。光るやつ。ヘッドガンの名前分かるんだ。一番プロゲーマー、これサントリーさんの提供で。おお一日プロゲーマー。あれなっちゃいます。なれるんじゃない。そうなんです。何をするかというとね、PUBG。このゲームをやって、エナジードリンク、南アルプスビーカーっていうんですけど、おー、なんか見たことないよ。これを飲んだ時と、飲んでない時の差を、それをこのジンズミームっていう。ジンズミーム横文字ばっかり。このプロゲーマーしか使うこと許されてないみたいな。あ、そう。これはすごいプロゲーマー感すごいわ。それは嘘なんだけど。違うぞかよ。これをつけると、その集中力とか、いろいろわかるらしい。数値化されるの。そう、数値化されて、このスマホに出るらしくて、これを使って、これ飲む前、飲む後、どっちの方がすげえのかっていうのを明らかにしていこう。すごいよ。ちなみにね、俺一回もね、PC ゲームやったことないから。ねえかい。プロゲーマー、おい、しっかりしろ。なぜ呼ばれた。はい、ということで、早速、ビーカーを飲まない版で、PUBG、やっていきたいと思います。はい、ということで準備が整いました。いや、来たね。改めて言わせてください。プロゲーマー正義です。おーい、プロゲーマーって言われたら恥ずかしくなっちゃう。え恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしがんならなるんだったらやってくぞ。なりきれプロゲーマー。開始。めっちゃいいやつじゃない。やばくない。ここ降りればいいんだ。この激戦区。あ、もうそこ降りちゃえば。激戦区、あ、激戦区やべえ。普段動画少なるから。あープロゲーマーは動画しか目指さないからね。そうだね。基本的に。いただきます。着陸。さあ、うわぁ、中に入れるのね、これね。なんか武器拾うんちゃうの、これ。行け、プロゲーマー。いきなりあったよ。なにこれ、スリッパ。はい、使えるか。スリッパなんかねえわ。みんな銃持ってんのに、なんでスリッパ持ってんの。おぉ、あ、銃来た。キャ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 。なんだこれは。 MP なんちゃう。いいぞ、いいぞ。ちょうどいいだろうな。あ、銃声する。おこれは戦いに行くしかないでしょ。いるぞいるぞいるぞ。ヒールしようぜ。いるぞ。さあ、どうぞぜ、まずは。集中しろ。プロゲーマー。え撃たれたんじゃないか。ん撃たれてる。先行手榴弾的な。欲しい。弾も欲しい。確かに。おありがとう。ああ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 うわテロンテロンやん。死んでテロンテロンになってるやん。テロンテロンやん。まあ見てた通り、うん、俺今左手の中指だけでしたから。嘘つけよ。まあそれは嘘だけどさ、あ覚えてるでしょ。はいはい、大事なのはピーパー。ピーカーなの。ピーカー。ピーカーが、ね、大事なの。ああなるほどね。やっぱそれ飲んだらもうね簡単に勝っちゃうから。あなるほどね。とりあえずまあ1回目は33位ってことで。おお、いやでもすごいよ。これでピーカーに頼ると。ピーカーに頼っていきましょう。それは そこでやっとプロゲーマーだね。なるほどね。なるほどね。これが揃ってプロゲーマーだね。ちょっと飲んでいこうよ。はい、ということで、おはい、早速手元に南アルプスピーカーが来ました。来たね。いかつい。いかつ。これね、かっこいい柄を見てもらえば分かるんだけど、うん、最後まで落ちない。おこれ何だと思いますか。最後まで落ちない。あー、おいしさ、おいしさ。つまんねえ。びっくりした。つまんねえな。いや本気で当てに行ったんだから。そこに面白いものつまんないもんない。これはね、サビ。つまんねえな。つまんなかった。全然もおろくない。これ何が落ちない。これなんと炭酸が落ちない。あー、なるほど。それはいいぜ。だから最後まで刺激を求めて、うん、あ自分を活性化できる。なるほどね。俺炭酸めっちゃ大好きだから、これいいな。早速じゃあ飲んでいきましょう。おぉ飲もうぜ。音がもうすごいよ、これ絶対。あーいや。あ、ほら、俺好きな匂いする。あスポドリの炭酸版みたいな。ナイスです。いただきます。いただきます。うわすごいわ。おお炭酸がすごいわ。強いなこれ。これはすごい。めっちゃ合うな。えめっちゃ炭酸と合う。あめっちゃ合う。えどんぐらい合う。めちゃくちゃ合う。どんぐらい合う。ミスタマリボンドのトミーとアロハシャツぐらい。めっちゃ合う。めっちゃ合う。めっちゃ合う。一番めっちゃ合うな。行きましょうか。よっしゃ行こう。レッツゴーゴーレッツゴー。なんといってもね、さっきとは集中力が違う。そう。
いや、集中力も違うし、アドレナリンも違う。あ、活気が違う。なんなら俺らの集中力も違う。敵がいるぞ。やばい、やばい、やばい。行くんだぜ。まだそこで武器を拾うんだ。行くしかないんです。行けよ。行くしかないんです。どこ行って、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 どこ行って。おお、ガトリング13発。おお、怖っ、びっくりした。怖っ、怖っ。お、防御、お、やめてください。切れるか。ちょ待ってや。うわ、あ、テロンテロンやないか。テロンテロンじゃないかよ。ちょ待ってや。おいおい、大丈夫だって思ってるやん。嘘でしょ。おーい、69位でコローンなったな。綺麗に寝たね。一つだけ言っていいかな。うん、なんだろう。何、プロゲーマーじゃねえんだ。分かってたわ。今頃か。ただね、これは勝ち負けとかじゃないから、集中してるかどうか、そう、そこが重要だ。見れば分かったでしょ。え、本当に勝手に分けれてきてる。そうそう、元気がすごい。これもよくあるパターンのようなやつらと思われると思うんですけど、俺本当にめちゃくちゃもうね、分かりやすいです。すごかったね。みんなもうるさい。俺らは応援の声がね、でかくなってる。うるさくなって、なんかバカになってきてる。見てもらえば分かるよ。ただでさえバカなのに、結構バカになってきてる。めちゃくちゃ騒ぎやすくなっちゃった。一番バカな体勢で死んでる。テロンテロンで死んでしまった。テロンテロンで死んでましたけど、めちゃくちゃね、これ高揚感があるというか。で、飲んだ感じがもう新しい、うん、今まで飲んだことないタイプ。本当新しい。そして何より僕がプロゲーマーになれたこと。慣れてる。それが一番美味しかった。慣れてる。ということでね、プロゲーマーになれた皆さん、この南アルプスビーカーぜひ飲んでみてください。はい、はい、飲みなさい。飲むんだ。プロゲーマー。マジでボリュームがバカでくなるよ。確かに、なんか、なんだろうね、これすごいやつ。酒でも飲んだんだ。テンション上がってくる。上がっちゃう。やばいよ。すげえ。ということで、皆さん、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。君の人生を楽しもう。